渋のひな子、古江彩からが増えて、ますます盛り上がっている、米国女子ツアー。さらに、勝南西村優奈ならも参戦が決まり、来季以降の日本勢の動向にも非常に注目だが、なかなか試合以外や、海外勢の面白ロワまで伝えるのは、なかなか難しい部分も。そこでツアーを長年取材している、南静香氏が気になるネタをピックアップ。これを見れば、米女子ツアー通になれるかも。 次の方ご注文はチーズは入れますか焼き加減は硬めでシェフや選手の声が響く朝7時過ぎウォルマート NW アーカンソー選手権の選手食堂の様子だゴルフツアーは転戦するため大会によって食堂の内容や規模が変わるが卵料理コーナーを設けているのをよく見かけるオムレツ目玉焼きスクランブルエッグなど調理法を伝えるとシェフが目の前で作ってくれる 朝7時の時点で今朝どのくらい作ったかってうーん数えてないけどオムレツ50枚は焼いた気がするとシェフはフライパンをゆする手を止めないまま答えてくれた卵料理コーナーは朝食の時間帯のみオープンしている朝に卵を食べるのは効率が良いと思いますと岩手医科大学附属病院の管理栄養士の生方直子さんが教えてくれた 卵はタンパク質のアミノ酸のバランスがすごく良く効率よく筋肉が作られる源になります朝昼晩の3食のうち昼夜に比べて朝は魚や肉など不足しがちですですので朝食に卵1個摂取するなどタンパク質を意識して摂取することが筋肉を増やすことにもつながりますちなみに卵をたくさん食べればいいというわけでもありません 一日に必要なタンパク質の摂取量を超えると、それ以上に筋肉の作られる量は増えないと言われていますので、食べ過ぎは控えましょう。ちなみに、日本人選手がどんな卵料理を注文しているかというと、朝は食堂を利用してない傾向がある。キッチン付きの宿泊先に泊まり、朝食を食べてからゴルフ場に向かうからだ。今年から国内ツアーに専念した横峯さくらは、朝ごはんにおにぎりやチャーハンなど、 選手食堂にお米を持参していた。その副菜として食堂で目玉焼きを注文するなど彼女なりに利用していた。同食堂を利用するかは個人の自由だが1年間しっかり戦い抜くためちゃんと食べることはプロ選手としての務めだ。そのためには栄養があるとかない以前に美味しく食べられるかどうかも大事となる。卵料理コーナーのように色とりどりの具材が並んでいるのは見た目も楽しい。 好きな具材を選選べるしいいいくつ選んでも道いい州のオムレツの人気の具材はほうれん草マッシュルームハムの3種類目の前で手料理を作ってくれれば身も心も元気になるというもの食べる量にかかわらず食堂は無料で利用できるのはお財布に嬉しいところ1日に100万円以上のオムレツを黙々と作るシェフにリスペクトだ 岡山旋風駅伝女子フィギュア渋の日向子 M1 王者ウエストランドも出身先日の漫才日本一決定戦 M1 グランプリ2022で優勝したウエストランドの川本太志井口博之コンビの毒舌漫才は面白かった近頃コンプライアンス問題もあって言いたくても口に出せない風潮がある そこをギリギリですり抜けるツッコミ担当井口のネタ回しが絶妙だ2人は岡山県津山市出身だというが先週末はスポーツでも岡山勢が目立った25日の全国高校駅伝男子は岡山倉敷校が2時間1分10秒の大会新記録で4年ぶり3回目の優勝である全日本フィギュアスケート選手権2022でモデル並みの美人を見つけた 三宅咲希20である SP で5位につけ残念ながらフリーでは失速して15位に終わったが文句なしの美人度ナンバーワン岡山理科大付属校から岡山理科大へ目下京都で中野園子コーチの下女王坂本香里らと共に指導を受けている早速三宅のツイッターをフォロー成人式の着物姿趣味の釣りシーンなどのアップ写真はキュートさ満開です 遅れればせながら頑張れとはいえ岡山といえば女子ゴルフの渋野日向子24である25日に地元で自らが主催した渋野日向子杯第1回岡山県小学生ソフトボール大会に参加現地に行った記者から聞いたが小学2年生から親しんだソフトボールという原点に接し 子供たちのプレイは来年の私の活力になりましたと元気をもらったようだ。米ツアー1年目の今季は8月の英ル全米女子オープンで3位、ポイントレースでは36位でシード権を確保。全てがボロボロ。ドライバーのフェアウェイキープはいいが、それ以外はと反省を口にしたが、シード選手で2年目を戦えるのであれば、かつ気持ちを忘れずに1年間戦いたいとも。 髪の毛の色を変えてイメチェンしたのもやる気の表れだろう来年は2月23日開幕のホンダ LPGA タイランド対サイアム CC から参戦予定だという岡山旋風の主役といえば渋野ひな子である来年はうさぎ年そんな飛躍の年再び渋子旋風を願いたいです。